はい、こんにちは、瑞風さんです。今日は福原愛さん、先日ね、江宏傑さんとの相性をね、やってみました。じゃあ個人のね、運勢はどうなんだということでね、質問がありましたので、やってみたいと思います。今日はより詳しくということでね、小惑星10天体以外にも小惑星、感受点出してやってみたいと思います。まずね、そうだったのかと皆さんが納得するっていう意味でおいてはね、なぜ泣き虫愛ちゃんだったかということでございます。泣き虫愛ちゃんね、ここのキャラクターを表す一室にはペルセポネというね、小惑星があるわけです。ペルセポネって何でしょうということですが、ブルートの奥さんです。そして冥界の女王ね、もうかなりね強い女王様、ね、ですけど最初はね平和に暮らしてました。普通にセレスの娘、ね、セレスというのは豊穣の神様、ね、お母さんです。ところがね、プルートがやってきて、誘拐してしまったわけです。誘拐して、冥界、地下世界に、ね、連れてっちゃった、ね。で、強引にお嫁さんにしちゃったと。怒ったセレスは、母親のね、セレスはね、もう地上を不毛の地にしてしまったと、ね、セレスを怒らせるともう作物の実らなくされちゃうっていうね。ここでね、まあ一人仲裁に入ります。ゼウス、ね、ゼウスが来て、ちょっとちょっとってね、何やってんのと、セレスさんってね、ペルセポネよとね、あ、ペルセポネ、プルートよと、ちょっと待ってくれと、ね、話し合いの結果、春と夏は地上に戻す、その間は、ね、ペルセポネを地上に戻す、その間は作物を実らせる、で秋と冬は地下世界冥界におるという、まあ中間点取ったわけです。で、冬には何も花が咲かないと、作物も実らないという、まあ、式ができましたよっていうね、お話なんです、ね、でここ重要なのは、そのゼウスが実はセルスのずっと下にいたんでは独立できないと、ペルセポネがね。ですからまあ、けしかけて、ね、けしかけてっていうか、ちょっと誘拐してきたらどうだということでね、誘拐させたというね、お話があるわけです。強引にでもね、引き離さないと、ちょっと独立できない子になってしまうんではないかね。うん、で、冥界の女王になったというね、お話。じゃあ実際にね、じゃあこれ関係してくるとどういうことになるのかと言いますと、松田聖子親子ね、松田聖子さんもこの音声してましたので、最初ねベスト10かなんかに出てきた時、お母さんって泣いちゃったんですね、うん、でお母さんから電話かかってきて、うん、でもその後どうですか、芸能界の歌謡界の女王ですよね。で、もう堂々としたものです、ね、娘のさやか、ね、さやかさん、お母さんに反対されて結婚できない、ね、誰連れてっても結婚できない、ね、邪魔をする、ね、だからもう強引にお母さんとは縁を切った、ね、
そして結婚するということですね。今もその絶縁状態続いていると、ね、いうことを聞きます。ですからそういうことが、まあ実際はそういうね、松田聖子さんね、親子みたいな、ことに関係するのがそのペルセポネですので、まあ最初泣き虫愛ちゃんね、泣き虫愛ちゃんというのはここから来ているということですよね。で、まあその後、ね、で問題なのは福原愛さんのこのキャラクターの一室というのはこんなにもうね大きいんですね。これはいて座をすっぽりとね、包んでしまって、インターセプトって言いますけどね、これはこれからキャラクターが出てくるとね、いうことでありますので、松田聖子級のね、強力なキャラクターが隠れているということが考えられますね。そしてまあ火星もありますんでね、火星もあるし、まあ、積極果敢なキャラクターがこれから出てくる。でドラゴンヘッドね、まあここでね、新月月食、新月とかね満月が起こると月食、ね、日食が起こるというね、交わる部分ね、月と太陽の軌道が交わる部分、ね、それはドラゴンヘッドって言います、ね、これはねそのヘッドが入るところっていうのは、まあ、要するにね、まあやることなすことね、天の五感があると後押しがあるということですよね。で逆にそのテイルっていうのがその七室という結婚の部屋に入りますんで、今回のね結婚っていうのはやはり修行ね、自ら選んだ修行ということがね考えられます。あるいはその前世での悪行を結婚によって償ってくださいよというね、前世での悪行をの償いというねことにもなるわけです。ですからまあ魂的に言うとね、高さんに何かされてもね、ああこれ前世で自分がこういうことやってたんだってね、ああそうかこれでね、もうされたからもう来世でもうこれからはねもうずっとねそういうことをされることはない、ああ因果が消えてああよかった、こう言ってね合格なわけですね。ですので、このドラゴンテイルね、七室に入ってきましたね。で、まあセレス、まあね先ほど説明した通り豊穣の神様ですから、まあ育てるとかね、いうようなことをします。育て上げる、ですから作物を育てるということ、まあ癒しのセレスっていうことなんでね、このセレスのやっぱり関わるところは何でも育てる。だからキャラクターをこれからその福原さんのキャラクターを育てていきますよと、ね、いうことですね。そして三室には木星、喋ることによって大きなチャンスを引き寄せてくると、ね、ゼウスですねさっきのね、うん、ゼウスさん、ね、広がりを見せるという意味なんでね、うん、三室ここですよね。木星が入ります。そして四室、ね、これキロン、ね、キロンってなんだってね、奇跡のキロンって言われてますんで、やっぱりこれに関係してくるともう奇跡を起こす、ね、そういうようなことから、ですから五室っていうと子供とかっていうことになりますから、子供さん楽しみですねということですよね。で恋愛も五室示していますので、これからすごい人と恋愛をすると、
いう可能性はもう十分あり得るということですね。これですね、もしかしたら今のお相手の方はこのヒローンなのかもしれませんね。そしてこの六室月ね、六室月ね、雇用の六室、奉仕の六室ですから、まあここに月があるとね、やっぱり何かをやってる、編み物やってるとかね、何かそういうようなことで決まったこと、そういったことをやってることによって安心するっていうね、健康のことをやってる、ね、野菜を食べるとか健康のことをやってる、ね、そういう人がやっぱり六室月を多く持ってますんで、健康のことについてね、何かこれからやっていくんではないかと。で、六室で、まあ獅子座の月になりますんでね、あの子供のことだったりっていう可能性はありますよね。そして七室ジュノーね、ジュノーね、ジュノー、ゼウスの奥さんですね。ゼウスの奥さん、ね、大変ですよね。まあいろいろ夫婦で仕返しをし合う、ね、なじり合うみたいなね、権利の主張になりますから、やっぱりジュノーが入るところはね、もうこうしてもらって当然、ね、だからコウさんに対する期待度っていうのはかなり大きいということになるわけですよね。こういうことをしてくれないと困るよと、ね、他のことはねもう目つぶってるんだけど、ことねこの方は結婚のことだけになるともうすごいね、こうあるべきっていうことはね人より多いということなんでね、大変でございます。だからそれだけ慎重にねお相手を選ぶべき運勢ということになりますね。ジュノっていうとね、オーリエさんね、思い出しますね。月にジュノがこうね、なんとお相手もそうなんですよね。どうなっちゃうのこれみたいなね、もうびっくりしました。で、じゃあどうしたのって、成田離婚、ね、だろうねみたいな。ああやっぱりお互いのルーティン、それをね尊重してあげないとね、ああやっぱそうなっちゃうんだよねっていうね、もうそのジュノー号、ね、月ジュノー号っていう同士のね、そのカップルの相性見てね、ビビりましたね。どうなっちゃうことやらって、そうなるとってね、まあそのジュノーがここにあります、ね、で、ギリスね、なんとここにねお相手のコウさんのね月がありますね。だからまあリリスってなんだと、リリスってアダムとイブを誘惑したあのなんか蛇みたいなね、これこのリンゴを食べてごらんみたいなね、なんかね女の裸の女の人にこうニャロニャロニャロって巻きついてね、それがリリス。実際何かというと、やっぱダークな部分ね、ダークな部分って誰にもあるわけです、ね、で、まあそれを性癖とかね言うわけです、ね、これがねやっぱ重なったりするとね、仕事もねホストですとかね、なんかそういう、だから太陽ベルセポネ5号、太陽リリス号みたいなね、人を見るとつい笑っちゃうんですけどね、ああいたいた、歩いてる歩いてる、あそこにみたいなね、もう遊びのゴンゲみたいなね。そうだから建設会社社長とかね、いたいたみたいな、どこのクラブ行くの今日はみたいな、そうだね、楽しそうに暮らしてますけどね。そのリリースリリースだからやっぱり性的な関係っていうのはね、結びつきが強い、ね、でいて、福原さんのね恋愛運っていうのはもうものすごく、もう石田純一級ぐらいのね恋愛運を持ってますんでね、ちょっとこれはすごいねっていうね、だから一
人で外に出さないでくださいみたいな、ね、勢いがありますんでね、うん、いざこうお願いするぞっていうことになるとね、すごいことになる方なんで、いろんな波乱万丈な恋愛運なんでね、まあ、今回のことはもう占い的には、まあ、当然だよねっていうね、ことが言えるわけです。で、悪いことにこのバーテックスっていうのがね、また一緒にゴーコンジャンクションしてるわけです。で、これはもうやる義務ね、相性の時に言いましたけども、その高校血さんに対してね、逃げられないと思う、逃げられないんだよと、何かしてあげなければならないね、それはもちろんリリスもゴーですからエッチも含めてねみたいなね、意味になってしまうわけです。だからまあ結婚っていうのにおいてはね、やっぱり、まあ、特に若いカップルね、やっぱり多いわけです、ね、結びつきは多いということですよね。だからあまりこういうリリスとかが関係している相性の場合ね、もう一度その性的な関係を抜いた部分でどうなんですかっていうことを考えてくださいというようにね、お伝えしておるわけです。そしてこの金星ね、黄さんいい男です、ね、うん、金星、まあ美しい人ね、それを友達パートナーにしますよっていう ね、うん、ね、戸田恵梨香さん、松坂桃李さんです、ね、うん、親友はガッキーです、ね、美しいですよね、それが友達ですということですよね。そして、まあ、水星発出、ね、で、水星発出、まあ何かね、その心理学だとか、心理学の発出なんでね、心理学に関すること、そういったことにね、やっぱり関わっていくんじゃないかなっていうね、ことは思います。田中ベルベ、みやびさんみたいなね、ああいう形のこともね、やるかもしれないなっていうことは思いました。じゃあ普通の人どうって暮らしてるのって言ったらね、動物関係だったりとかね、だから入り込む、料理も多いですよね、隠し味とかね、うん、だからまあ浮気調査みたいな、カメラ持って、ホテルの前に立ってたりします。時々こういう人ってね、何やってるんですかね、しーとか言われてね、うん、張り込みだよ張り込みみたいなね、あの感じで、そこにまあスリスリとで、ベスタね、ベスタ、これがねやっぱ入ると妙にね説得力を持つということですよね。だからそのベスタ、ここにね何か天体を持っているという場合においては、その人はね、その人の奴隷になります。ですのでね、このベスタ発出とかね、まあ心理学とかね、そういうのに進むとね、説得力があるという意味になってまいります。そしてこの太陽ね、これ七室から来てるんでね、パートナーはね、何か八室だから、八室っていうと一族とかっていうことになるので、福原さんにとってはお母さんとか一族になります、家族だから、一族に貢献できる人がパートナーですよと。だからぶっちゃけ黄さんが車椅子になってしまったお母さんをどれだけね面倒見てあげられるのかっていうことがね、大きなまあバロメーターになってくるということだと思います。あんまりね、協力できないということになるとね、やっぱ別れちゃうのかなっていうね。だから7室の支配性が入るところをね、あんまり
まあこれもうそのまま結婚の条件になりますからね。満たしてないとやっぱり離婚しちゃうのかなっていうねことは、まあ正直思います。そして9室冥王星入ってますんで、これね国籍変わっちゃう人多いんですよね。ぶっちゃけね、もう個人的にはクラーク博士って言ってますからね、うん、だから外国出てやっぱ活躍する人やっぱ多いんです、ね、福原さんも中国語ペラペラね、それで、外国、ね、で外国の方と結婚した、ね、外国に縁が深いで文字通り国籍変わっちゃってますよと。で学問の旧室になるんでね、やっぱり外国だったりとか、あるいは学問ね、そういったことにね、まあ没頭する可能性はあるということが言えます。そしてね、ここに11室というね、お部屋に天王星、土星、海王星っていうのがね入ってきます。だから将来的にねやっぱり仕事終わった後の活動ね、そういったものにねいろんなものがあると。まあ友達関係、こういう関係ですからね。橋本環奈さんの場合もね土星とか入ってたんですけども、土星と木星入ってましたね、うん、いい友達と、いい友達であったり真面目な友達ってね、じゃあ実際それ誰なんだということでね、調べてみるとね浜辺美波ちゃんね、あ、なるほど真面目だよねみたいなね、撮影終わったらそのまま家直行ですよね。で職場と家ねを行ったり来たりでね、チャラチャラ遊んでるなんて話はね聞いたことがない、真面目ですと、ね、橋本環奈さんは真面目でないと選ばない、ね、もし浜辺美波さんがチャラチャラしてたら選ばなかったですよっていうね。だから今回やっぱ相談乗ってくれた人っていうのはやっぱり真面目な人、まあ、尊敬してるって言ってましたからね。で何か専門性持っててエキスパートで海王星、ね、人格者であると、ね、そういうことが言えると思いますですけどね。でパラス、ね、パラスというのはゼウスの額をパカッとかち割ってね出てきた鎧兜を、ね、まとった女神パラスです。イージスという盾を持っている、ね、イージス艦なんてね言いますけど、そのイージス艦のイージスっていうね盾を持ってたのはこのパラスです。まあそこから来てるわけです、ね、何でも防げる盾と何でも切れる剣を持っている、ね、でじゃあその剣と盾で戦わせたらどうなるんだ。それで矛盾、縦矛みたいな、ね矛盾っていうね感じが生まれてるわけです。あ、要するにまあ戦うパラスですから、精神世界だとかね、そういったこと目に見えない世界でね、一生懸命ね戦うよと、まあ、そういうようなことが言えるわけです。はい、そしてねこちら各地風水ね、エレメント地がねやっぱり弱い、ね、10天体のうち一つしかないんで、お金ですよね。お金貯めてください、ね、結婚式でお金使いすぎました ね。だからまあ現実的なそこまでの結婚式はやらなくていいだろうと。もしお相手にね、血の気がねいっぱいあったならばね、相互俯瞰できて盛大な結婚式は避けられたかもしれませんというお話ですね。あ、じゃあどうなんだと、いうことで見てみましょうか。メガネ
コウさんの場合は、そうですね、地の球が6ということなんでね、コウさんがそれをね、足りない部分を補完していたというね、ことになります。で、クオリティ、活動球、浮動球、受難球、まあ、受難球がやや多いということですよね。調整型の人ですということになります。それで男女比は6対4、やや男性的で、ここにね、今日はね、古典メソッド書いておきましたね。どの天体が使いやすくて、どの天体が使いにくいかというね、点数表です。ね、太陽、で、サソリの太陽ってやっぱこう使いにくいと、ね、いうことになりますね、この太陽。ですから、太陽に、サソリ座が太陽さんはサソリ座にいるのはちょっとね、ちょっと居づらいなってね、そういうふうにね、考えているわけです。まあでもこれ7室の支配性なんでね。ね、どういうふうにこう使いこなすかっていうね、ことが重要になってきます。で、月、6室月、ね、これもそのマイナス5、使いにくいと。獅子座にいるときは月は安心の月ですからね。獅子座って弾ける月ですから、ですからこれをどのようにね、森七さんですよね、最近ではね、森七さん、これどう使うんですかってね、まあ使ってますよね、でもね、弾けたキャラクターがね、あれが獅子座なんでね、あのように使ってくださいということですね。で、水星2点、水星、やっぱり、水星もちょっと使いにくいのかな。だからやっぱり支配性が7室から飛んでるっていうことですから、やっぱり結婚ということにね、関しては、やっぱりちょっとやりづらいみたいなね、ところはあるのかなっていうことはね、これでも分かります。で、一番使いやすいのはその金星ですよね。金星、これ天秤だとね、天秤の支配星ですからね。で、もともと、まあ、天秤の金星ですからね、自分の家にいるみたいなね、それはもう堂々としてますよ、自分の家ですからね。他人の家では小さくても、小さくなっても、自分の家ではもうね、もう堂々としてるわけです。これがまあ8室ね、7室か、7室の金星なんで、まあ、とりあえずね、非常に美しいパートナーを選ぶということですね。ですから、これからもそれはね、美しいパートナーということがキーワードになるわけです。ね。じゃあ、コウさんがクロちゃんみたいだったらどうでしょうかって、おそらく選ばないんじゃないかなと思います。金星、火星ですね。火星、やっぱり自分を出した方がね、生き生きしていると、やりやすいと、自分ね。だからもうこうしてみると、やっぱり自分、相手に何かするっていうよりも、その自分をもう出して、前面に押し出してやっていく。で、相手にあんまり合わせようとするとね、それはもう災いになってしまいますんで。もう自分自身の活動にね、これから集中していくとよろしいということは思いますね。はい、木星がマイナス4、木星ちょっと使いにくいのかな。
木星産出、ね、うん、動物と話ができそうですみたいな、ね、うん、産出、そして、土星が行って、ね、この真面目な友達、ね、浜辺美波ちゃんみたいなね、うん、真面目な友達という、それちょっと点数はちょっと低いでございます、ね、今日はなぜかここもスペース余ったんで書いてみました。あの、ね、いつもこれだけ書こうとは思ってたんですけどね、エレメントクオリティは書こうと思ったんですけども、余ったからなんか書こうかなと思ってね、一応書いてみました。はい、ということでね、ガチ鑑定ということでね、もうちょっと詳しくやってくれっていうお話がありましたのでね、詳しくやってます、ね、で、アスペクトもやりましょうか、うん、もうこうなったらね、何が問題だったっていうね、でやっぱ言いたいことがここなんですよ、やっぱりね、この太陽と月、ここが言いたいんです、ね、ですから家庭生活を守るっていうねことにおいて、家庭生活を破壊するような運勢の男性とは結婚してはいけないというねことです。なんでね、やっぱここだからお坊ちゃまがいいと思いましたね。もう優雅なお坊ちゃま、ね、育ちがいい、ね、ですからそういう人とねやっぱり結婚する。石原正純、長嶋一茂、あんなイメージですかね。あんな感じの人だと非常にねよろしいのかなっていうね、うん、お坊ちゃまですみたいなね。だからあんまりねガシャガシャしたその、うん、なんかそうね、あの成り上がりみたいなね、そういう男性だったら結局ね子供とかね、なんか誰見るんですかっていうことになっちゃうんでね、家庭にしわ寄せが起こるからね、うん、そこなんです。ですからまあお子さんねまだ小さいんでね、そこのところをねきちっとこうね、できる、ね、プライベートはプライベート、ね、公は公、ね、区別できる人、ね、そういう人とやっぱり結婚してもらいたいなと思います、ね、で、木星ね、これがまあセクスタルということになります。60度の角度になりますね。人の出入りが多いということになりますので、まあ賑やかなね、まあ、奥さんですよと。だからあんまりその家事だとか、ね、掃除だとか、あ、そういう家計簿だとかそういうことを言ってはいけないと。まあ散らかってても死にはしないわくらいのね、亭主でないといけないということですよね。その代わりまあワイワイと楽しくね、人が来たらもてなすことができる能力、トラさんでいうとおばちゃんですよね。おばちゃんみたいな、ね、で人が来て喜んでくれる、ね、今からすき焼きをやろうと思ったからとかね、言ってますけどね、おばちゃんがね、そういうような、ね、奥さんですよっていう、ね、ことですよね。まあ、ここの条件に合わないとね、やっぱり、かなりきついということになるわけです。で太陽海王星、ね、これが セクスタイルですよね。60度ですから、まあ非常に世間に貢献できる人だから、何かそういういい人でないと結婚しませんって言ってるようなもんですから、結婚相手はいい人
ということになります。そしてね、問題はこの金星になります。金星火星、これがねポジション、ね、180度になりますんで、だからこの辺ね、恋にやっぱスリルを求める方多いんでね、もう浮き名を流してる芸能人やっぱり挙げればもうキリありません。だからまあこの資質というのはやっぱりエロ漫画を描く人に多く見られる配置ですから、もうそこまでスリルを求めるんですかみたいなね。永井豪さんもこの配置ですから、ハレンチ学園だとかそういうのを描くわけです。ですからね、まあ恋愛的に、恋愛にはもうもちろん積極的で、異性がこう何をしてるかなんかもうこうじーっと見てね、どこが違うんだろうと思っていつも見てるんですけどね、こうそういう視点で見てますからね、ほらあそこの男こっちばっかどこ見てんだろうねみたいなねそんなことしてるより勉強しろよとかね思うんだけどね、なんか私のこと見てたとかね見てないと思うんですけどみたいな、過剰に反応しすぎみたいなね。まあでもそういう顔をしてれば、あ、同じようなね恋愛体質の人が近づいてきますんでね、自然ともそういう恋愛とか ね、はあ、ね、集団ね、訓練、集団訓練、何合宿みたいな、うん、集団訓練っていうんですけどね、山の村集団訓練合宿ね、学校で行くわけですけど、絶対こう忍び込んだりね、男子部屋、男子が女子に忍び込むとかね、合ってるとかね、なんかやるっていうね感じですけどね、苦労しましたね、山の村とか修学旅行とかね、うん、夜睡眠時間ありませんね、生徒指導の先生たちはね、そんな感じので、まあここ金星と木星もつながってきますんでね、これはトライ多いですズバリね、要するにこう恋愛対象、いつでも恋愛にね発展できるようにしとくっていうねことなんですよね。ですからね、こういう方って地引き網ですかとかね、トロール漁船ですかとかね、いつも言ってるんですけどもね、うん、まあ恋愛の話は多いっていうのはもう分かりますよね。でここのね、天王星、土星、海王星ね、ここと金星スクエア90度の角度を取りますんでね、天王星っていうとやっぱり恋愛事件ね、海王星って言ったら恋愛に関して混乱するってね、土星ガードが固い、ある時はガード固いんですよ、めちゃめちゃガード固いんだけども、ある時全然ガード薄いですみたいな。だから今日聞くんですよ、今日海王星ですかとかね、今日土星ですかとかね聞くんですよね、時々ね、今日はどうやら土星のようですね、ガード硬いですねとかね、まあそれがここですよね、ここと、まあ、90度って角度取りますんでね、もうこれだけ見るともう女優アイドル、ね、芸能人級ですよね、うん、ですので石田純一さんもこんなような感じなんでね、大変なことになっちゃいましたねみたいな、もう愛を語るんですねみたいな、愛なしにはあなたは生きていけないんですねみたいなとかね、大変なことになっちゃうっていうねことで、まあ、今回はねやっぱり、まあ運勢的にはもう、まあ、当然といえば当然ですねってことだと思います。まあこれだけねやっぱり大変な
感じなんで、なるべく早くね結婚してくださいと。なんでかっていうとね、もう恋愛複雑になるし、恋愛事件も多くなっちゃうしね、長くなればなるほどね、もう登場人物もたくさんね増えたりしてね、もうとんでもないことになるっていうのはたくさん目にしてきてますので、そうならないためにはパンパーンとね、もうなるべく早く結婚ということをしてもらいたいということは思います。そしてね、太陽ね、冥王星5徹底的にねもう極めてやるというようなね、そういうような男性と結婚するんですよという意味がありますので、やっぱりあれですよね、男性に対してやるなら徹底的にやれとか天下取ったれとかね。だからあれですよ、あの坂田三吉でもいいわけです。芸のためなら女房は抜かすみたいなね感じの人もいますね。ですからまあそれだけね、じゃああなたの夢にかけるね。逆にそういうね坂田三吉みたいな感じじゃないとね、共鳴しませんよとね、認めませんよとね、ど根性男が私は好きなんです、ね、ですからまあ例えば卓球に命をかけるとかね、うん、そんなようなね、あの空手バカ一代みたいなね、そんなイメージのね、男性ということになるわけですよね。そしてね、水星がね実はノーアスペクトっていうことになるんですね。この彗星が他の天体とはアスペクトはありませんので、これね暴走します、ね、天秤の彗星ということになりますんでね。最近ではねやっぱり橋本聖子さん、ね、出ました天秤座と思いました、ね、うん、こういう時こそ天秤座みたいなね、まあ、要はバランスいいんですよね。だからあの時ね、川淵シェアマン、ね、川淵さん、ね、信長と言われてる川淵さんに変わると、せっかくね作ってきたのを、ね、保護される、弱大返しされる可能性があるからちょっと怖いよと、ね、もう何ヶ月だと思ってんだオリンピックはと、ね、ですからじゃあ誰だと、山下さんもうアップアップだよと、あの人ねもうな、もう忙しすぎてね死んじゃうよあの人は、ね、じゃあ橋本聖子だということでね、まあ蔵まあね、オリンピック賞をやめてね組織委員会委員長ということでね、この人ならいいだろうということで抜擢されました。バランスいいんですよね。だからいろんな森さんともバランスいいしね、いろんなところともバランスよくねやっていくんで、やはりこういう混乱してる時はね、人と人との間をつなぐ坂本龍馬的なね、人が大事なんだなっていうことはね思いました。その天秤の彗星ということになりますので、将来的にはね、何かのカウンセラーだとかね、だからお見合いのおばちゃんとか多いですよね。お見合いをね何万組って成立させているおばちゃんとかね、うん、調停員とかねやっぱ多いですよね、うん、調停員やってるんだ、あやっぱりなみたいな、お互いの話を聞く、ね、そういう能力になるわけです。これスイッチ入ったらもう大変なことになりますんでね、まあスイッチ入れて何か能力、何かの能力発揮すると、ね、それは発出でということになりますんで、オカルトでっていう、ね、ことになるかもしれません。オカルトの発出でもありますからね、うん、動物関係も多いし、ね、武豊さんですねとかね、料理関係も多いですよね、クッキング教室、ね、栄養士、ね、
ということも考えられます。ですのでね、アスペクトも一応やってみました。まあ他にもこうトランジットなんかね見て、トランジットですよね、トランジット見るとちょうどね、今この12室っていうところにね、ここに冥王星が今入ってきて、ね、トランジットの冥王星、今現在の冥王星ですよね、ヤギ座の冥王星ここに来てる。だからまあこのコロナ騒動というのはもうこのヤギ座ね、でまあ今木星と土星ですね、こっちに行きましたけどね、ジェンダーね、これ入った瞬間ジェンダー問題ね、おっさんずラブですかみたいな、男女差別ってね急に問題になりましたね、これ水瓶、ジェンダーの水瓶ね、おっさんずラブの水瓶、同性愛とかね、そういうのも多いです、ね、で、これはヤギ座で、これがまあトリプル合しているときにやっぱりねコロナ禍が起こったわけです。これに関して命を落とした人、自殺した人、大変だった人、ね、いたわけです。特に大変だったのは天秤座、お羊座ね、その辺がねやっぱり大変だったということですよね。蟹座ももちろんそうですね、森さん蟹座です、蟹座がちょっと言ったこともあんなことになっちゃうってね、大変なことになっちゃうっていうね、このカーディナル活動級、ね、そこに、ハードにかかった人がね今大変なことになってたということですよね。でこれがまあ十二室なんでね、福原さんの場合心の修行ということになりますので、今どれだけね大変なことが起こっても心をね平常心に保つか、ね、ということが大切なことになります。でここの月とオポジションになりますのでね、ここねオポジションになりますので体調ということになります。健康問題、ね、それも十分注意することがある、まあ、直しとくことがあったら今直しといて、ね、正解だと思います。健康問題、ね、で、天王星がまあ2室から4室、ここ3室の頭、ですからまあ2室、お金儲けの2室から3室ね、だからスクープされるっていうのはまあ3室、ゴシップの3室ですからね、突然フライデーされましたみたいなね、そういう外的圧力ということになります。でそれがまあ入ってきたと、今回の事件ね、しかもね今火星がいるんですよ、騒ぎはもう大変なことになってますっていうね。で、プログレスの月が今7から8、この金星にねプログレスの月気分を表してますんでね、だから今パートナーはものすごい必要だなと、コウさんじゃないパートナーってことですよね、ちょっと考え直さないといけない、ことになります。でその結婚についてもすごい考えてるよと、それで今度8室にありますんで、一族のことだったりね、お母さんのことももちろんね入ってくると、一族お母さんのことなんとかしなせなければいけないということですよね。ということでね、いろいろ読んでみました。まあまた何かあればね
やってみたいと思います。たまにはこうやってねボードに書いてやってみるのもね、いつも口頭だけなんでね、いいかなということで、やってみました。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。